最近真剣な悩みがあって、僕の顔写真を使ったなんかいたずらの画像みたいなのがツイッター上にすごい上がるんですよ。いっぱいしかも今上がってて、僕へのリプライで来てる場合もあれば、なんかハッシュタグでクソコラグランプリってつけてつぶやいてる人がいるんですよ。ほんとさ、クソコラグランプリとか主催してるやつ誰なんだって話なんだよ。あ、俺だ。ということで今回はつい1週間前に募集しましたクソコラグランプリ、こちらの入賞作品の発表をしていこうと思います。たくさんの画像の投稿本当にありがとうございました。今回は面白い賞とすげえ賞の2つを作りました。まあ、面白いものを面白い賞と、なんか面白いだけじゃなくてなんかプラスアルファであったりとか、おすごいってなるような画像をすげえ賞という風にしてます。まあ、ということで面白い賞、これから発表していこうと思います。ちなみに今回面白い賞とすげえ賞で取り扱った画像は、動画の概要欄でそれぞれのツイッターに飛べるようにしておきます。それでは、ゲームイズ山田クソコラグランプリ面白い賞の第3位の画像はこちら！はい、ドン！はい。これは、私が山田がね、選んだ理由としては、顔の張り方の雑さですね。はい。なんか一見するとかっこいいんですよね。カメックスがあって、このね、この男が銃を持って構えて、なんかパッと見たらかっこいいんですよ、これ。山田の顔をパッと隠したらすごいかっこいいのに、これパッと外した瞬間にもうめちゃくちゃダサいというか。はい。ということで、クソコラグランプリの面白い賞第3位はこちらの画像でございました。それでは第2位の発表です。面白い賞第2位の画像はこちら、ドン！はい、懐かしさすら感じますね、もはやね。はい、チャリで来た、チャリで来た。これプリクラ、これ知らご存知じゃない方いないんじゃないかってぐらい、多分ね、もうそのツイッターもそうです、その前ミクシーぐらいからあったんじゃないですか。いろんな SNS とかね、あとそのネット上でもわーっと、もうこのチャリで来たのアプリ、あのプリクラを顔すげ替えて、いろんなコラ画像があったと思いますけど、まあ、いやーね、まさか山田がついに、チャリできたを使われる日が来るのかと、チャリできたデビューでございますね、私山田。いや、これはね、ちょっと来た時に本当にひとしきり笑ってしまいましたね。あー、なるほどと。そしてこれも本当ね、雑コラなんで、まあ顔の張り方がね、荒いと。ただ奥にいる私山田のね、その後ろ姿ね、これクリスマスイブの時ですね、の写真が何とも言えない、ちょっとアクセント聞かせてますよね。はい、ということで面白いでしょ、面白い賞は2位はこちらの画像でした。よいしょ。それでは面白い賞第1位の画像発表でございます。これね、シンプルイズベストみたいな感じでしたね。僕としては、あー、なるほどねとなるほどねと、もう納得でした。それでは、発表しましょう。シュマシュン。もう最近すぐ噛むんです。それでは第1位の、発表いきます。面白い賞第1位の画像はこちら！ダダン！はい。はい。お姉ですね。お姉の僕さ、いやー、いい感じに気持ち悪いよね。もうね、若干ホワイトがかかると、ほんとすごい。ほんとにね、お姉だよね、これね。はい。これはね、着眼って発想の勝利ですよ。発想の勝利っていうか、もうね、いろんな攻め口の人がいたんだけど、やっぱ山田イコールお姉みたいな、そこにこう切り込んでいった。この感じが、まあ、たまらないかなと。これね、しばらく僕これ、アイコンにしよっかな。なんか、ちょっと面白いんで、もしかしたら何日間かこれアイコンにしちゃうかもしれません。この、こっちが右側ですね。はい。ということで、面白い賞第1位は、こちらのお姉の山田でございました。それでは、続きまして、すげえ賞の発表に入ります。すげえ賞も第3位から発表していきます。すげえ賞第3位の画像は、こちら！ババン！バンと。はい、ヤマドガスですね。ヤマダドガス。はい、ヤマダドガス。なんかね、はめ方と画像の選択は多分ものすごい良かったんでしょうね。顔の向きが完璧なんですよ。そのマタドガス そのでっかい方の僕、あとのメガネの合成の仕方、これはね、今回のコラ画像という意味では最もクオリティが高かったんじゃないかなと。違和感がないがゆえに気持ち悪いというか、これはね、これもね、アイコンに使いたい、ちょっと悩んでるんですよ。さっきの対象の1位とこれ、どっちがいいかな。これ
なんか今回本当にアイコンに使いたいものが多すぎて本当悩んでます。ガチで悩んでます。これもちょっと候補ですね。ちょっと今日一日これ悩もうかな。はい、ということですげー賞第3位はこちら、山田ドガスでございました。ありがとうございました。それではすげー賞第2位の発表です。すげー賞第2位はちょっとね、僕もあんま見たくないんです、この画像ちょっとあんまりね、うわーってなっちゃうんで見るとね。はい、それではやっていきましょう。すげー賞第2位はこちら、ドン。あー、はい、青鬼風ですね。あのね、怖い、普通に怖いよねこれ。嫌じゃないですかこれ。僕もあんま見たくないんですよ。でも見たくないってことはかなりクオリティが高いってことですよね。青鬼っぽさが出ているというか、すごい青鬼の怖さ、狂気をはらんだ雰囲気と言いますかをね、超うまくこれは表現してるね。この画像よく持ってきたよね。はい、ということで、まあこれはちょっとね、まあ第2位、まあちょうど僕もね青鬼やってましたから、ということで今回2位に選ばせていただきました。すげー賞2位は青鬼山田でした。怖い。お待たせしました。すげー賞第1位の発表です。なんかいろんなね、面白いっていう部分のクオリティとか、いろんなね技術としてさっきのね、そのコラって意味でのクオリティの高さみたいなやつもあったんですけど、これはもう作品としてですね、あ、見てて、あ、これは素敵だなって思ったので、こちら、選ばせていただきました。それではすげー賞第1位はこちら、ババン。はい、ちょっと画像のサイズがね他のと違ったので、これ上に出してます。これですよ、これ可愛くないですかね。え、普通に可愛いですよね。めっちゃ可愛いと思うんですよ、これだから。そのアローラベトベトンと山田をこの色を同じにして、でその山田って結構いろんな髪色してきたじゃないですか。そのまあ今ね黒くなりましたけど、その前は金髪だし、モンスターボールやったし、あと青の時もあるしみたいな、こう七色感が僕の髪の毛ってやっぱあるじゃないですかって前回の動画で言ったら、それを見事にこう踏襲して作ってくれてると。さらに右側にね、これ見てくださいよ、誰やねんと。右側だとこっちかな、皆さんから見るとね、はい、誰やねんと。これダーさんのツッコミが入ってるわけなんですよ。だから前回の動画も見た上でこれ組んでくれてる、リスペクトですよもはやね、というものを僕は感じてしまいましたので、すげー賞第1位の絵はこちらにさせていただきました。ありがとうございます。本当に、まあ、クソコラグランプリでその入賞したもの以外も今回ちょっと僕いいねボタンを押してたりとかするので、まあ、僕のいいねをこう遡っていただければ、動画の概要欄に私山田のツイッターアカウント、こちらを、貼っておきますので、見たいというそういう皆様はよろしかったら、そちらチラ見してみてください。この前ね、ものすごくチョコレートが食べたくなっちゃって、あの甘いものが僕好きなんで、板チョコをバリバリ食べたいってツイートしたんですよ。そしたら、あ、バレンタインですねみたいな、バレンタインへのなんかフラグですかみたいな、布石ですかみたいな、そういうツイートをいただいちゃって、その時に僕気づいたんです。あ、そういえばバレンタイン近いんだみたいな、なんかその催促したみたいな感じで超恥ずかしかったんです。あの全然そういうんじゃないから、逆に僕クリスマス、あ、じゃない、あのバレンタインの時に自分で自分のためにチョコレート作ってみようかなって、でそれをツイッターとかに上げてみようかななんて実は思ってるんですよね。ということで今ガトーショコラの作り方を最近ちょっと勉強しています。うん、あ、でも自分のために作るんだったらチーズケーキとかの方がいいかもね。うん、なんか女の子よりお菓子がうまいメンズみたいな、そういうのになってみたいですよね。そういうことやるとね、またねモテなくなるんだよね。ね。